聖母に別れを告げるキリストは、ロレンツオロットが1521年に制作した、カンバス状の油彩画である。現在、ベルリン絵画館に所蔵されている。本作は、ロンドンにあるコレッジョの商品、聖母に別れを告げるキリストといくつかの類似点がある。作品には、ローレント女、ロット・ピクター、1521と、署名と制作年が記されている。 画面の右下部分に描かれている、ベルガモ出身の貴婦人、エリザベッタ・ロータのために、ロットが、サンとスピリト祭壇画と、サンベルナルディの祭壇画を制作したのと同じ年で、ある。エリザベッタは、ドメニコ・タッシの妻であり、タッシ自身、ロットに、聖ヒエロニムスと、キリストの後端を依頼した。キリストの交談の方には、タッシの肖像が描かれており、本作とはおそらく元々は、 大作品であった。十字架にかけられるためにエルサレムを出発する前に、キリストが聖母マリアに別れを告げる場面は、信仰に関する文学では人気があるが、福音書には載っていない。キリストと聖母、マリアの二人の構図は、受胎告知の構図に基づいている。聖母マリアは女性の成人と、 死とヨハネに支えられており、聖ペテロとダイヤコブは左側に表されている。カルロ・ピラーバのロット・ミラノ2002エレクト ISBN8843575503 ロバータ・ディ・アダーロット・ミラノ・スキラ2004ありがとうございます。